来ないでくださいって言われちゃうんですね、正面って言われますね、うん、あの職場のお母さんとかも結構あるんか留学し来ないでくださいって、へぇ、入学式はやってるけどってこと？やってるんですけど、医療従事者の方はなるべく行かないのとかって言われた人がいるって聞いて、うん、いや深刻ですよね、それ結構深刻ですよね、いや本当に、うん、そう思った気持ちは理解できるけど、うん、そうなんですよね、やっぱり本人って言われちゃうと、そう言われちゃうんですね、この人この前だからいいじゃんって思ってたよ、そう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 、都内だったらと思ったけど、私の出身が北里大学っていう神奈川の、あ、はいはい、なのでコロナも受け入れてるし、そうですね、近隣の病院でやっぱそういう商標被害がひどすぎて、うん、そんな大きい被害に言われますよね、周りに頑張ってるのにね、こう言われちゃうのすごいあれだと思って、何プロスがストレスはすごいと思うんで、そうですかね、しかもね、しばらく続くから、そうですね、本当に、うん、めちゃくちゃ麻酔です、はい、まだね、後ろで準備してるだけだから、はい、楽にしててくださいね、はい、あ、こっちもね、映していいですよ、このあ動画的にここね、これが硬膜外切除です、緊張しちゃうね、これなかなかメディアもね、こう通りばっかりになっちゃったりとか、本当ね、普通の報道してくれないから、なんか自分でやるしかないかみたいな感じで、じゃあまずね、皮膚の麻酔からしていきますよ、2箇所。深呼吸してください、閉めます、はい、奥の方ごめんなさい、聞いてくるまで少し待ちますね、また休憩です、じゃあ今度押される感じしますが、鋭い痛みあるようだったらね、また我慢しないでいってください、あと気持ち少しだけ丸くなれますか、目線はおへそ、横向きで体育座りのイメージです。うん、バッチリです。いきますね。
これから細い管入っていきますよ。こんな感じします。深い4センチ。針抜けます。首と足ね、一回楽にしてください。12L1 から皮下9センチです。テストは 0.5cc だけでは 2%。テープの時に管の先が血液の中に入ってないかの確認のために吸引をかけて大丈夫なのことを確認して大丈夫。で押してみても変な抵抗がないことを確認してます。でさらに念のために試しのお薬使っていきます。急に体に変な感じしてきたら教えてくださいね。17 2% 効きのサイン 0.5。 じゃあ次の準備します。お願いします。一回休憩しますね。
前もう一回いきますね。ちょっと骨に当たりやすいので別の場所を刺しますね、はい、体勢は全然悪くないです。じゃあこれからお薬入っていきますので、うん、今度はちょっと感じ変わってきますからね、うん、お尻の方から変わってきます。お疲れ様でした。首と足楽にしてください。最初に入った管を固定する作業ですだけですので、あと楽にしててください。はい、あるところまでやって、あの動画カットでいきましょう。ありがとうございます、ご協力いただいて。お尻の感じとか足の感じ変わってきました？はい、変わってきました。横横聞いちゃうと、ご存知のように気持ち悪くなっちゃうので、うん、なんか気持ち悪い気がする時点で教えてくださいね。昇圧剤使っていきます。からトータル 2.4cc。 安全に赤ちゃん。お疲れ様でした。ありがとうございます。